ヤマトは、大日本帝国海軍が建造した、ヤマト型戦艦の一番艦。二番艦の武蔵とともに、史上最大にして、唯一46センチ砲を搭載した、ちょうど急戦艦である。呉海軍交渉で建造。昭和20年4月7日、天一号作戦により沈没。ヤマト型戦艦の一番艦である。ヤマトの艦名は、 奈良県の旧国名の山和国、あるいは日本の古称、別称、下称に由来する。官名は、明治、大正時代の解剖官、特務官山和に続いて2代目。山和は、戦艦として、史上最大の排水量に、史上最大の46センチメートル主砲3基球門を備え、防御面でも、指揮系統の集中する重要区画では、 対 46cm 砲防業を施した戦艦であった。設計はもちろん、ブロック工法の採用など施行においても当時の日本の最高の技術が駆使された。しかし、その存在で特に 46cm 手法の搭載が最高軍事機密であったので、建設時から秘匿に力が注がれ、また完成が数日さながら、すでに戦時中になっていたことや、 さらに敗戦前後に設計図含め多くの記録が焼却処分されたためにその姿を捉えた幻想に写真は非常に少なくなっている。太平洋戦争開戦直後の1941年12月16日に収益。1942年2月12日に連合艦隊機関となった。6月上旬のミッドウェイ作戦がウ人となった。 1943年2月、司令部設備に改良が施された、同警官の武蔵が、トラック島に進出し、武蔵に連合艦隊機関任務を異常した。同年末、大和は、輸送作戦中に、アメリカの潜水艦の来撃で勝破した。修理、改装後、1944年6月の今作戦、マリアナ沖海戦に参加した。 同年10月中旬以降の早い号作戦で、アメリカ軍の護衛空母部隊に対し46センチメートル主砲砲撃を実施した。1945年4月7日、天一号作戦において、第二艦隊機関として、機下の第二水雷戦隊と共に、沖縄方面へ出撃したが、アメリカ軍の機動部隊の猛攻撃を受け、棒の岬沖で撃沈された。 爆撃や魚雷を多数受けたが、対空防御、対水雷防御の両面において、特攻作戦を行わなければ十分な防御能力があった。ロンドン海軍軍縮条約の執行から1年後の1937年、執行後にアメリカイギリス海軍が建造するであろう、新型戦艦に対抗し得る艦船を帝国海軍でも建造することが急務と見た、軍令部は、 関西本部に対し手法として18インチ砲を装備した超大型戦艦の建造要求を出した。この要求を満たすべく設計されたのが A140F6、すなわち後の大和型戦艦である。A140F6 型は2隻の建造が計画され、それぞれ第1号艦、第2号艦と仮称された。しかし当時すでに航空主兵論が提唱され、 始めていたこともあり、山本五十六ら航空主兵論の将校からは、そうした大型艦の建造が批判されていた。1937年8月21日、与内三政海軍大臣から第1号艦製造訓令、官房機密第3301号が出ると、5年後の1942年6月15日を、完成期日として、 ここに第1号艦の建造が始動した。同年11月4日には、広島県呉市の呉海軍港省の造船選挙で、寄港。長戸型戦艦1番艦長門や、天木型順用戦艦2番艦赤木を建造した、艦ドックは、大和建造のために1メートル掘り下げて、長さ314メートル、幅45メートル、深さ11メートルに拡張された。 イギリスやアメリカにこの艦を超越する戦艦を作られないように建造は秘密裏に進められ、設計者たちに施行された事例すらその場で回収されるほどだった。また、艦の性能値も意図的に小さく登録された。ヤマトミュージアム展示の戦艦ヤマトの46センチメートル砲弾。機密保持は厳重を極めた。造船所を見下ろせるところには板塀が設けられ、 ドックには、缶の長さがわからないよう半分に屋根をかけ、シュロの葉を編み込んだ大量のむしろが全面に張り巡らされた。全国から膨大な量のシュロを極秘に買い占めたために、市場での著しい欠乏と価格の高騰を招き、大騒ぎになったという逸話が残っている。建造に携わる者には、厳しい心情調査が行われた上、 自分の担当以外の部署についての情報は必要最小限しか知ることができないようになっていた。造船所自体が厳しい機密保持のために軍の管制下に置かれた。建造ドックを見下ろす山でも憲兵が警備に当たっていた。しかし海軍関係者の間で巨大戦艦建造の事実そのものは公然の秘密だった。海軍兵学校の生徒を乗せた練習機が ヤマトの上空を飛び、教官が生徒たちに披露したこともあったという。ヤマト型戦艦建造の際の機密保持については、多くの県艦関係者が行き過ぎがあったことを指摘している。1940年3月3日、海軍は三計画1号艦の官名候補として、ヤマトとシナノを挙げ、3月6日に昭和天皇はヤマトを選択した。 軍艦の命名は、海軍大臣が、複数の候補を選定して、天皇の事情を仰ぐことが定められていた。天皇の決定を受けて、吉田前後海軍大臣は、第1号艦を大和と命名した。なお、同日筆3計画の各艦艦名、武蔵、昇格、随格も決定している。同年8月8日浸水。ただし浸水といっても、 武蔵のように陸の仙台から文字通り、浸水させるのではなく、大和の場合は造船ドックに注水してから、引き船によって引き出す形で行われた。しかも機密保持から、その浸水式は公表されることもなく、交換100名と浸水作業員1000名が見守るだけで、世界一の戦艦の浸水式としては寂しいものだった。昭和天皇が、 海軍兵学校の卒業式出席という名目で、山と浸水式に行行する予定が組まれ、造船関係者は、社殿風の浸水台を制作する。結局は、天皇の儀兄にあたる国のみや朝明を、海軍大佐臨席の下で、浸水式は行われた。海軍大臣代理として式に臨んだ、島田重太郎海軍中将は、それまで歌唱、一号館と呼ばれていた。 この巨漢のことを初めて、ただし臨席者にも聞き取りがたいほどの低い声で、ヤマトと呼んだ。造船関係者は、カツラギの型スループ2隻がすでに廃漢になっている。ことから、新型戦艦の艦名をヤマトと予測、柏原神宮と千代田城二重橋を描いた、有田焼の風鈴を500個制作、関係者のみに配布した。8月11日、 帰郷した朝、トール王は天皇に、ヤマト浸水式について報告した。ヤマト浸水後のドックでは、ヤマト型4番艦111号艦の建造が始まったが、ヤマトの偽装工事に労力を割いたため111号艦の進捗は遅れた。一方のヤマトは前述のように1942年6月の春行を目指して、偽装工事を続けたが、日本海軍は、 本館の完成時期繰り上げを命令。昭和16年9月20日、呉交渉で最終偽装中の山と。1941年10月18日、土佐沖での市運行で、交天の中で、速力27.4ノットを記録。続いて30日のスクモ湾で、全力行、死27.46ノットを記録。11月25日には、 山本五十六連合艦隊司令長官が視察に訪れた。12月7日、スオーナガで司法射撃を実施した。真珠湾攻撃の前日だった。12月8日、南雲機動部隊の収容援護のため、文後水道を南下する戦艦6隻、空母砲将、第三水雷戦隊以下連合艦隊主力艦隊とすれ違う。 ご気筒後の第一号艦は12月16日府で、竣工した。同日府で、第一戦隊に編入された。艦艇類別等級表にも、ヤマト型戦艦が登録された。ヤマトの1、500模型は、昭和天皇と皇順皇后天覧の後海軍省に、下げ渡され、海軍艦制本部の金庫に保管されたという。昭和16年10月30日、 スクモワン沖標中間にて公け試み中のヤマト。ヤマトには当時の最新技術が多数使用されていた。日本海軍の軍艦では最初に増波抵抗を打ち消す、球場監視を用いて速力向上を図り、煙突などにおける蜂の巣構造の装甲、巨大な観測用の即居技の装備など、浸水時には世界最大最新鋭の艦型だった。 収益当初レーダーは装備されていなかったが、その後電探が全時装備されていった。なお、副法には条約型従順の手法がそのまま転用されたが、これは海軍が海軍休日を破棄して、条約型従順の手法を15センチ砲から20センチ砲に入れ替えるのを最初から計画していたという説もある。1942年2月12日、 ヤマトは連合艦隊機関となった。参謀たちはそれまで機関だった長門に比べ格段に向上した本艦の居住性に喜んでいる。3月30日、距離38,100メートルで46センチメートル、司法射撃訓練を行う。第二艦隊砲術参謀、藤田聖路は、ヤマトの司法射撃を見て1942年5月11日の密誌に、 すでに戦艦は、有用なる兵種にあらず、今をおもんぜられるはただ従来の惰性。偶像崇拝的侵攻を得つつあると残した。5月29日、ヤマトは、ミッドウェイ作戦により、山本56連合艦隊司令長官が座上して、柱島白地を出港したが、主体として後方にたためヤマトが、直接、アメリカ軍と砲火を交えることはなかった。6月10日、 アメリカ軍の潜水艦に対して二番副砲と降格砲を発砲した。同6月14日柱島に帰還する。ヤマトが機動部隊と同行しなかったのは戦前からの艦隊決戦思想と同じくク母ボは前衛部隊、戦艦は主力部隊という思想のもとに兵力配備をしたからであり、艦艇の最高速度との直接的な関係はなかった。実際、 主力空母のうち最も低速の空母加賀の速度差は、ほとんど0、費用型航空母艦は25ノットで、ヤマト型戦艦より、劣速である。ただ、費用型空母は、民間客船を改造した艦で、正規空母ではなく、航空母艦の護衛はより高速な艦が、必要だったのは事実である。実際、空母の護衛には、 戦艦の中では高速戦艦に分類される金号、比叡、春名、霧島が用いられることが多かった。日本海軍の主戦力が空母と認識されたのはミッドウェイ海戦での敗戦を受けてのことであり、この時点では少なくとも編成上は戦艦が主力の扱いであった。1942年8月7日、アメリカ軍が ガダルカナル島に来襲して、ガダルカナル島の戦いが始まった。8月17日、山本長官以下連合艦隊司令部を乗せた大和は、空母を高、第七駆逐隊とともに、ソロモン方面の支援のため柱島を出港する。8月21日、グリメス島付近を航行し、航海中に、第二次ソロモン海戦が勃発した。 航空機輸送のために遺跡をラバウルに向かわせた後、3隻は8月28日に中区諸島トラック白地に入港したが、入りパク直前にヤマトはアメリカの潜水艦フライングフィッシュから魚雷4本を撃ち込まれた。2本は自爆1本を回避している。その後、トラック白地で待機した。9月24日、 ガダルカナル島への輸送作戦をめぐって、陸軍参謀辻正信中佐が大和に来艦、山本連合艦隊長官と会談する。辻は、大和の大きさに感嘆した。だが、大和が最前線に投入されることはなかった。ヘンダーソン基地艦砲射撃に参加する案も、検討されたが取りやめとなった。第三次ソロモン海戦では、 老艦の混合型戦艦霧島と比叡が大和と同世代のアメリカの新鋭戦艦であるサウスダコタとワシントンとの砲撃戦により大破、自沈した。この点で大和型戦艦の投入をためらった連合艦隊の消極性とアメリカの積極性を比較する意見もある。1943年2月11日連合艦隊機関任務は ヤマトの運用経験を踏まえて、通信、機関設備が改良された、ヤマト型戦艦2番艦武蔵に変更された。2月20日には、第8方面軍司令官今村人氏陸軍中将がヤマトを訪問し、連合艦隊首脳陣と南東方面作戦について懇談した。第8方面軍は、海軍の潜水艦による輸送を依頼した。 これは三式先行輸送艇開発につながる動きである。5月8日、空母2隻、従順2隻、駆逐艦4隻とともに、トラック出港、各艦は18日に、クレア横須賀の母港へ戻った。クレでは、対空兵器を増強し、21号電探と22号電探など、レーダーを装備する。8月16日、主力部隊は、クレを出撃し、 トラックへ向かう。ソロモン諸島では激戦が行われ戦局が悪化していたが、ヤマトはトラック島の白地に止まったまま実戦に参加できなかった。居住性の高さや食事などの面で優遇されていたことも相まって、多艦の乗組員や陸軍将兵から大和ホテルと揶揄されている。作戦行動を終えた駆逐艦がヤマトに横付けし、駆逐艦乗組員が ヤマトの巨大で、整った風呂を利用することも多かったという。10月中旬、マーシャル諸島への出撃命令が下った。アメリカ海軍の機動部隊がマーシャルに向かう、降参ありとの情報を得たからである。機関武蔵以下、ヤマト、長戸などの主力部隊は決戦の覚悟でトラックを出撃した。しかし、4日間米機動部隊を待ち伏せしても敵は来ず。 10月26日にトラック島に寄港する。1943年12月、ヤマトは陸軍独立混成第1連隊をニューアイルランド島へ輸送する母号輸送に参加。ヤマトは駆逐艦周運、谷風、三運と共に母一号輸送部隊として横須賀からトラックまでの輸送に当たることとなった。12月12日、6隻はトラックを 出発、17日に、横須賀駅着した。人員物件を搭載して12月20日に大和、ヤマト、サンウン、谷風は、横須賀を出発したが、12月25日にヤマトは、トラック島北西150海里で、アメリカの潜水艦スケートより、魚雷攻撃を受け、手法3番砲等源に、魚雷1本をひかみなりした。4度の傾斜を生じたが、 約770トンの注水で復元、速度を落とさず、速力20ノット前後で、トラック白地へ向かった。魚雷命中の衝撃を感じた者はおらず、わずかに傾斜したため異常に気づいたという。一方、すぐに魚雷命中と気がついた、乗り込んだ陸軍の兵士が、衝撃に驚いて、大騒ぎになったという上院の証言が残されている。 爆発の衝撃で、原則水線走行背後の支持録材加担が内側に押し込まれ、スプリンター縦壁の固定病が飛び、機械室と3番砲塔上部か薬庫に漏水が発生する被害を受けた。浸水量は3000から4000トンである。敵団が水線後半加担付近に命中すると浸水を起こす可能性は、走行の実写試験において、 指摘はされていたが重大な欠陥とは認識されていなかった。工作艦の赤紙に配属されていた造船士官によれば、トラック白地義後の山とは赤紙に右玄後部に原因不明の浸水があり調査してほしいと依頼工作部員たちは中排水系統の故障を疑ったものの異常はなかった。そこで潜水調査をしたところ、右玄後部に 長さ十数メートル、幅5メートルの魚雷箱を発見し、驚いたという。同日、トラックに到着。ヤマトから、人員物件は、母産号輸送部隊へと移され、カビエンへ向かった。ヤマトはトラックで、応急修理を受けた後、内地への帰還を命じられた。1944年1月10日、三隻は、トラック白地を出発する。15日に、 瀬戸内海へ到着した。光なりにより、明らかになった欠陥に対して、浸水範囲を狭めるための水密隔壁が追加されたが、走行の継手と走行の支持鉱材の継手とが一致してしまっているという根本的欠陥は補強する方法もなく、元の通りに修理されただけであった。この工事と並行して、両原複法を撤去し、 高角砲6機と基準を増設して、対空兵装の強化を図った。なお、スケートによる、雷撃の2ヶ月後、トラック基地の偵察飛行で撮影された、ネガフィルム上に見慣れぬ巨大な歓影を発見した、アメリカ軍は、捕虜の尋問によってそれが、戦艦ヤマト、ムサシという新型戦艦で手法についても45センチメートルで、あると資料をまとめている。4月22日、 ヤマトと十二王冠マヤは、駆逐艦四隻に護衛され、瀬戸内海を出撃した。三軍は、文豪水道通過後に護衛をやめて、平良軍島に戻った。早島も途中で護衛を切り上げて、横須賀に向かった。ヤマト隊は4月26日間にらき、29日に、道地を出発する。5月1日、林河白地に到着した5月4日。 第一戦隊司令官、うがきまとい中将は、長門から大和に移乗し、大和は第一戦隊機関となった。6月14日、美役島に上陸したアメリカ軍を迎撃するため今作戦に参加するが、アメリカ軍がサイパン島に上陸したことにより、今作戦は中止となった。今作戦部隊は北上し、小沢機動部隊と合流した。 6月15日、マリアナ沖海戦に参加。ヤマトは、栗田武雄中将指揮する前衛艦隊に所属していた。6月19日、前衛艦隊上空を通過しようとしていた、日本側第一次攻撃隊を米軍機と5人、周囲艦艇と共に射撃して、数機を撃墜するという失態も犯している。ヤマトは発砲していないという証言もある。 同日、日本軍機動部隊は、アメリカ潜水艦の雷撃により、空母2隻を失った。6月20日、アメリカ軍の攻撃隊に向けて3匹弾27発を、放った。ヤマトが実戦で手法を発射したのは、これが最初である。6月24日に、日本に戻る。10日ほど在泊した後、陸軍将兵や物資を搭載して、第4戦隊、第7戦隊、 第2水雷戦隊と共にシンガポールへ向かう。7月16日、第1戦隊駆逐艦3隻はリンガ白地に到着した。この後3ヶ月間訓練を行い、10月には乾板を黒く塗装した。昭和19年10月22日、ブルネイからレーテ湾へ出撃する栗田艦隊。ハグロ、妙高。 1944年10月22日、ヤマトは、レーテオ機械戦に参加するため、第二艦隊第一戦隊機関として、アメリカ軍上陸戦団の撃破を目指し、ブルネーを出撃した。だが、23日早朝に、栗田艦隊の機関、従順アタゴが、アメリカの潜水艦の来撃で撃沈されたため、ヤマトに、座上の第一戦隊司令官の宇垣き中城が一時式を、 取った。夕方に、栗田中将が異常し、第二艦隊機関となったが、二つの司令部が同居した、ため環境は、重苦しい空気に包まれた。昭和19年10月24日、渋谷海海戦で米軍機の爆撃に対して、回避行動をとる山と、24日、渋谷海で、 アメリカ軍艦再起の雷爆撃によりヤマトの姉妹艦である武蔵が撃沈された。この時、ヤマトにも完全部に爆弾一発が命中している。25日午前7時、サマール島沖にてアメリカ護衛空母艦隊を発見し、他の艦艇と共同して水上射撃による攻撃を行った。この戦闘でヤマトは主砲弾を三万二千メートルの 遠距離から104発発射した。この砲撃に対し護衛空母の仮認米は、射程距離は正確だが、方角が悪いと評している。当時大和法術長だった野村によれば、射撃した全部手法6門のうち鉄鋼弾は2発のみで、残る4門には3式弾が装填されていたと、証言している。 土地区拓郎が戦後両軍の各文献と自身の記憶を照らしたところによれば、戦争6の31キロより、砲戦開始に賛成者にて一石撃破、目標を他に変換すが、おおむねの事実で、最初の正規空母は護衛空母、ホワイトプレーンズで、次の艦はファンショーベイである。資金団による振動で、ホワイトプレーンズは黒煙を吹き、ヤマトではこれを、 正規空母一石撃破と判断して、多感に目標を変更したものらしい。アメリカ軍側の記録では、ホワイトプレインズは命中の危険が迫ったために、円幕を展開したとしている。野村副長は、第一目標に4正射した後、アメリカ軍の円幕展開のため目標指認が困難となり、別の空母を損傷させようと目標を変更と改装している。また、 軍艦ヤマト戦闘商法第3号でも敵空母が円幕を張りヤマトから遠ざかるように回避したため目標を他に移したと報告されている渋谷海を航行中にアメリカ軍機の攻撃を受け回避行動を取る戦艦ヤマト魚雷攻撃を避けるため左へ回頭するところでヤマトの左舷前方にはアメリカ軍機が投下した魚雷の鉱石らしき白い筋が見える 戦闘中、ヤマトはアメリカ軍の駆逐艦が発射した魚雷に船体を左右で挟まれ、魚雷の射程が尽きるまでアメリカ軍空母と反対方向に航行することになった。さらにアメリカ軍駆逐艦の効果的な円幕や檻からのスコールによって高額速挙による射撃は短時間に止まった。戦闘の後半で、 過少に号電波単身技二型を使用したレーダー射撃を実施した。この戦闘では、ヤマト原降格砲と機銃が沈没する、米艦と脱出者に向けて発射され、ヤマトの森下艦長と野村副長が制止するという場面があった。アメリカ軍の護衛空母ガンビア米に、ヤマトの手砲弾一発が命中して、大火災を起こしたと証言もあるが、 トネ型従順洋艦一番艦トネ艦長、真湯澄春夫大佐は、著書で、戦艦部隊の主砲弾で、敵空母が大火災を起こしたような事実はなかったと、強く反論している。アメリカ側の記録にも該当する大火災発生の、事実はなく、ガンビア米は午前8時15分に、従順ハグロとトネの20.3センチ砲弾を、受けたのが、最初の被弾とされている。 ガンビア米への命中弾という説は、大岡翔平も、よた話として取り上げている。昭和19年10月25日、米護衛空母、ペトロフ米関西機が撮影した写真。手前が、ヤマトで、後方は、従順とねもしくは、チクマとされる。人を機械戦時の記録写真で、撮影日は1944年10月25内市26日。 海戦は23日から始まり、26日まで4日間、続いた。昭和19年10月25日、回避行動を取るヤマトと両艦。ヤマトの後方から、アメリカ軍機が一機、攻撃を仕掛けようとしている。アメリカ軍空母艦載機による撮影。アメリカ側では0725-0730ごろ、駆逐艦ホエル、ジョンストンが、戦艦からの手砲副砲弾を受けた。 アメリカ側が両艦を砲撃した戦艦としている。今後では0714に砲撃を開始し、2射目が有効であったとしているが、0715には大和、ヤマト、ナガト、ハルナも、駆逐艦、巡洋艦を目標に砲撃を行っているほか、ホーエルが、艦橋に命中弾を受け通信機能を失った0725には、ヤマトが、巡洋艦を目標に砲撃を行い撃沈を、報じている。 このため、0728に、ジョンストン、0725に、ホーエルに命中したのは、山と、長と、コンゴー、ハルナいずれかの主砲弾である可能性がある。また、第5戦隊、第7戦隊もホーエル、ジョンストンを砲撃しており、特にホーエルは0750以降に、従順部隊と、ヤマト、ナガトによる、集中砲火を浴び、40発の命中弾を受け、0830、 にそのうちの8インチ砲弾一発がエンジンルームを破壊して航行不能に陥ったが0834にヤマトは他艦と共にこのホーエルに対して追撃を加え0835にはホーエルは船尾より沈み始め0855についに転覆することとなったジョンストンは0725の砲撃で被害を受けたものの スコールに対比することに成功したため、応急修理を行った後再び戦闘に、復帰していたが、0845に、K、軽巡矢ギを戦闘に、第10戦隊が、空母軍に、魚雷攻撃を仕掛けようと、急速に接近していることを認めたジョンストンは、矢ギに砲撃を加え、水雷戦隊が、空母軍に接近することを防ぐことに成功したものの0940、に包囲され、 集中砲火を浴び沈没した。このため、この海戦で、ヤマトが単艦で敵艦を葬った可能性はないということになる。なお、この海戦で0850以降に、ヤマトが従順洋艦長海を誤射したという説もあるが、ヤマトは0834以降は、砲撃を行っておらず、唯一0847に金剛が砲撃を行っていたのみであるため、ヤマトが長海及び、 地区間を誤射した可能性はない。雑誌、丸にて、当時のハグロ乗組員である、石丸乗明が、鳥海の被弾を、ハグロ環境で目撃した、元来勇、被弾した鳥海からの通信を、ハグロ電信室で受信した、南里二広、及び当時の戦艦混合上、組員三人の証言から、混合による誤射だったという説を提唱している。アメリカ軍の損害は、 護衛空母ガンビアベート駆逐艦ジョンストン、ホーエル、護衛駆逐艦サミュエル B ・ロバーツが沈没というものだった。この直後、関幸き海軍隊が指揮する、神風特攻隊指揮島隊が、護衛空母部隊を吸収、体当たりにより、護衛空母戦闘炉が沈没、数隻が損害を受けた。アメリカ戦士研究家のロバート・ラングレンの研究によれば、 この海戦によるヤマトによる砲撃の効果は以下の通り。サマール島沖砲撃戦の後、栗田長官は近隣にアメリカ機動部隊が存在するとの誤報を受けて、レーテ湾に突入することなく反転を命じた。うがき中将の著作には当時のヤマト環境の混乱が描写されている。引き返す途中、ブルネー付近でアメリカ陸軍航空隊機が攻撃に来た。 残弾が少ないため近距離に引きつけ対空攻撃をし、数機を撃墜した。米空母フランクリン艦載機の攻撃により、一番砲塔近辺に直撃弾を受けた直後、損傷は軽微だった。往復の工程で、アメリカ軍機の爆撃により、第一砲塔と全艦艦に4発の爆弾が命中したが、戦闘継続に支障はなかった。 砲塔を直撃した爆弾は、装甲があまりにも厚かったため、天外の塗装を直径1メートルほどにわたって剥がしただけで跳ね返され、空中で炸裂して、付近の25ミリ機関砲の捜査員に死傷者が出た。第二砲塔長であった奥田特務少佐の手記によると、爆弾が命中した衝撃で、第二砲塔員の大半が脳震盪を起こし倒れたという。また、 全甲板の爆弾は、秒差庫に水面下の波行を生じ、全部に3000トンの浸水、後部に傾斜復元のため2000トンを注水した。10月28日、ヤマトはブルネイに到着した。11月8日、多合作戦において、連合軍空軍の注意を引きつけるため、ブルネイを出撃、11日に寄港したが特に戦闘は起きなかった。 11月16日、B-24 爆撃機15機の襲撃に対し、手法で、応戦3機を撃墜する。同日有刻戦艦3隻、第10戦隊と共に内地に帰還したが、台湾沖で、戦艦混合と駆逐艦裏風が、アメリカの潜水艦の来撃により撃沈されることとなった。11月23日、クレに到着。 宇垣中将は大艦森下氏にへ五代目艦長に代わって、有賀が工作大佐が六代目艦長となった。ヤマトの姉妹艦である武蔵の沈没は、ヤマト型戦艦を不沈艦と信じていた多くの乗組員に衝撃を与え、いずれヤマトも同じ運命を辿るのではと覚悟する者もいた。宇垣中将は、戦争録に、ああ、我が半身を失いり、 誠に申し訳なき次第とす。去りながらそのの倒れたるや大和の身代わりとなれるものなり。今日は、武蔵の比喩にあるも明日は、大和の番なりと記した。冷手置き海戦で、日本の連合艦隊は事実上壊滅した。大和型戦艦3番艦を空母に改造した、シナノもクレ開港中に、アメリカ潜水艦の雷撃で沈没し、 結局、ヤマトとシナノが合同することはなかった。ヤマトイカザンゾン艦艇は、燃料不足のため満足な訓練もできず、内地待機を続けている。昭和20年3月19日に、柱島沖のヤマトが空襲を受ける様子。1945年3月19日、クレ軍港に敵艦載機が襲来、ヤマトは事前に、秋名田に出たが攻撃を受け、 直撃弾はなかったものの、即居技が故障、陸上げ修理を要した。その後、すでに安全な場所で亡くなったクレ軍港から、徳山沖に疎開した。同年3月28日、第二艦隊を、東、シナ海に遊浴させ、ヤマトを目標として北上してきた、アメリカ軍機動部隊を、基地航空隊が叩く作戦に向け、ヤマトを機関とする、第二艦隊は、 佐世保への開港を命じられ、クレ軍港を出港したが、米機動部隊接近の法を受けて空襲が予期されたので開港を中止し、翌日未明、徳山沖で待機となった。3月30日に、アメリカ軍機によって、クレ軍港と広島湾が1034個の機雷で埋め尽くされ、機雷除去に時間がかかるために、クレ軍港に帰還するのが困難な状態に陥った。 関門海峡は27日にアメリカ軍によって機雷封鎖され通行不能だった。最終時の大和アメリカ側の資料で最新の研究交渉に準じているが一番、砲塔脇と砲塔上の基銃形状が日本側交渉と異なる。4月2日、第二水雷戦隊機関の慶樹二楼館やはでの第二艦隊の幕僚会議では、 次の3案が検討された。1、航空作戦、地上作戦の正規感に関わらず突入戦を、強行、水上部隊最後の海戦を実施する。2、後期到来まで、極力日本海朝鮮南部方面に被体する。3、揚陸可能の兵器、弾薬、人員を揚陸して、陸上防衛兵力とし、残りを浮き放題とする。この3案に対し小村少将。 山本有二大佐、伊藤中将ら幕僚は3の案にまとまっていた。伊藤中将は山本大佐を呉に送り、連合艦隊に意見具心すると述べた。4月3日には、少尉候補生が上官して、候補生教育が始まっていた。一方連合艦隊では、連合艦隊参謀、神重徳大佐が山和による会場特攻を主張した。 連合艦隊の草加龍之助参謀長はそれをなだめたが、神大佐は、ヤマトを特攻的に使用した旅と軍港に、係留されるはずのヤマトを、第二艦隊に編入させた。司令部では構想として、海上特攻も検討はされたが、沖縄突入という具体案は、草加参謀長がカ屋に出かけている間に神大佐が、計画した。神大佐は、航空層攻撃を行う。 相乗の際、陛下から、航空部隊だけの攻撃かと、過問があったではないかと強調していた。神大佐は、草加参謀長を通さずに、豊田添村連合艦隊司令長官に直接、決裁をもらってから、参謀長意見はどうですかと話した。豊田司令長官は、ヤマトを有効に使う方法として計画した。50%も、成功率はなく、うまくいったら、 奇跡だった。しかしまだ働けるものを使わねば、多少の成功の算あればと決めたという。一方の草加参謀長も、決まってからどうですかもないと腹を立てたという。淵田光雄参謀は、神が発意し、直接長官に採決を得たもの連合艦隊参謀長は、不同意で、第五航空艦隊も、非常に迷惑だったという。神は、 軍令部との交渉に入ったが、作戦課長、富岡貞俊少将は反対であった。富岡は、この案を持ってきた時私は横槍を入れた。山和を九州方面に陽動させて、敵の機動部隊を釣り上げ、基地航空部隊でこれを叩くというなら、賛成だが、沖縄に突入させることは反対だ。第一燃料がない。本土決戦は、望むところではないが、 もしもやらなければいけない情勢に立ち至った場合の官邸燃料として若干残しておかなければならない。ところが私の知らないところで小沢寺三郎軍令部次長のところで承知したらしいと話している。神の提案を軍令部総長、及川小四郎大将は黙って聞いていたが、軍令部次長の小沢寺三郎中将は連合艦隊長官がそうしたいという決意ならよかろう。 と直接許可を与えた。戦後、小沢は、全般の空気よりして、その当時も今日も当然と思う。多少の生産はあった。自長たりし、僕に一番の責任ありという。第五航空艦隊長官の浮垣中将は、戦時日誌に、及川軍令部総長が、菊水一号作戦を、昭和天皇に上奏したとき、航空部隊だけの総攻撃なるやとの家紋があり、 天皇から飛行機だけか海軍にはもう船はないのか沖縄は救えないのかと質問をされ、水上部隊を含めた全海軍兵力で総攻撃を行うと報道してしまったため、第二艦隊の海上特攻も実施されることになったとして、及川軍令部総長の対応を批判している。4月5日、上参謀は、草加参謀長に、 大和へ説得に行くように要請し、草川、大和の第二艦隊司令部を訪れ、長官の伊藤誠一中将に、作戦命令の伝達と説得を行った。なかなか納得しない伊藤に、一億総特攻の、先駆けとなっていただきたいというと、伊藤中将は、そうか、それなら分かったと即座に納得した。連合艦隊作戦参謀の三上作夫中佐によれば、 自身も作戦に疑問を持っていた、草加参坊長が黙り込んでしまうと、溜まりかねた三上が、要するに、一億総特攻の先駆けになっていただきたい。これが本作戦の願目でありますと説明したという。草加参坊長は、いずれその最後を覚悟しても、悔いなき死にどころを得させ、少しでも意義あるところにと思って、熟慮を続けていたと回想している。この特攻隊は、 連合艦隊長官、豊田添夢大将によって、海上特攻隊と命名された。ヤマトでは命令受領後の4月5日15時に、乗組員が、簡板に集められ、本作戦は、特攻作戦であると初めて伝えられた。ヤマトの広角法院であった、坪井平次によれば、しばらくの沈黙の後彼らは動揺することなく、よしやってやろう。 武蔵のあだを打とうと逆に士気を高めたが、戦局の逼迫により、次の出撃が事実上の特攻作戦になることは、誰もが出港前に熟知していたという。4月6日午前2時、小移行補正や小病兵が退官。夕刻に、君が予政省と万歳三省を行い、それぞれの故郷に帽子を振った。4月5日、連合艦隊より、 沖縄海上特攻の命令を受領。伝令作603号、8日、霊名を目途として、急速出撃準備を完成せよ。部隊行動未走海面の対戦相当を実施させよ。31戦隊の駆逐艦で、九州南方海面まで対戦、対空警戒に当たらせよ。海上護衛隊長官は、部下湖空機で、九州南方を南東海面の策敵。 対戦警戒を展開せよ。伝令作611号、海軍部隊及び六公軍は、沖縄周辺の艦船攻撃を行え。陸軍もこれに呼応し、攻撃を実施す。7日、霊明寺文後水道出撃。8日、霊明沖縄西方海面に突入せよ。4月6日、伝令作611号改め、沖縄突入を山和都に推薦。 やは駆逐艦く隻発に改める。出撃時期は、第一遊撃部隊指揮官所店を了解。として、文後水道出撃の時間は、第二艦隊に一任された。第二艦隊は同日遊国、天一号作戦により、山口県徳山湾沖から沖縄へ向けて出撃する。この作戦は、後期ユーる帝国海軍海上部隊の伝統を、発揚するとともに、 それの栄光をアトコンに伝えを掲げた。ヤマトは、菊水作戦で沖縄までの片道分の燃料しか、積まずに出撃したとする主張が存在したが、記録、証言から約4000トンの重油を積んでいたことが、判明している。戦闘商法でも、ヤマトの出撃時の燃料搭載量は4000トンと、表記されており、生存者の三笠逸夫は、出撃前に、 燃料担当の同僚と会い、周囲のタンクなどからかき集めて合わせて4000トンほど、ヤマトに搭載することを聞いている。第2艦隊は、ヤマト以下、第2水雷戦隊、第17駆逐隊、第21駆逐隊で編成されていた。先導した、対戦争当隊の、第31戦隊の3隻は、連戸未熟と見て、文後水道で、クレに引き換えさせた。 天一号作戦の概要は、アメリカ軍に上陸された沖縄防衛の支援、つまりその工程で主に、アメリカ海軍の揚撃戦闘機を、山戸攻撃隊随伴に振り向けさせ、日本側特攻機への揚撃を緩和させることである。さらに立案社の神重徳参謀の構想では、もし沖縄にたどり着ければ、自力座礁し行き放題として、陸上戦を支援し、上院は、陸戦隊として、 敵陣突入させることも描いていたとされる。沖縄の日本陸軍第32軍は、連合艦隊の要請に応じて4月7日を予定して、攻勢をかけることになっていた。なお、大和を座礁させて、陸上放題にするには、座礁時の線がほぼ水平であること、主砲を発射するためには、機関及び水圧系と電路が生きており、射撃管制機能が全滅していないこと、 の二点が必要であり、すでに実行不可能とされていた。実際、冷凍機海戦で座礁陸上放題の案が検討されたが、上記に理由で却下されている。また、現実を見れば、アメリカ軍の西海圏、西空圏下を突破して沖縄に到達するのは不可能に近く、作戦の主位は攻撃の主役である菊水作戦による、 航空特攻を支援するための陽動作戦であった。戦争末期には日本海軍の暗号はアメリカ軍にほとんど解読されており、出撃は通信情報からも確認され、文後水道付近ではアメリカのスレッドフィン、ハックルバックの2隻の潜水艦に行動を察知された。4月6日21時20分、ハックルバックは浮上して台湾を確認。 ハックルバックの艦長のフレッド・ジャニー・中佐は特に暗号も組まれずに、ヤマトと名指しで連絡した。この電報は、ヤマトとハギに勤務していた、英語関能な日系二世通信主管に傍受され、翻訳されて全艦に連絡された。当初、第五艦隊司令長官、レーモンド・スプルアウス大将は戦艦による迎撃を考えていた。 しかしヤマトが精神し続けたため日本海側に対比する降参があること、ヤマトを撃沈することが目的であり、そのために手段は選ぶべきではないと考え、マーク・ミッチャー中将の指揮する機動部隊に航空攻撃を命じたという。しかし実際にはスプルーアンス大将が戦艦による砲撃戦を挑もうとしていたところを、 ミッチャー中将が先に攻撃部隊を送り込んでしまった。武蔵は潜水艦の雷撃で沈んだという噂があり、ミッチャー中将は何としても大和航空攻撃のみで撃沈したかったのだという。また、ミッチャー中将は核部隊の報告から大和が沖縄へ突入すると確信し、スプルーアンスに知らせないまま攻撃部隊の編成を始めた。なお、 スプルアンス大将は、アメリカ留学中の伊藤中将と進行を結んだ中であった。4月7日6時30分頃、大和は、対戦紹介のためレ式水上偵察機を発進させた。この機は、鹿児島県イブスキ基地に帰島した。第五航空艦隊司令長官の宇垣まとい中将は、第二艦隊の出撃に反対ではあったが、 連合艦隊からの上空支援の要請に対しては、連携ある作戦で友軍の援護をすることは、当然として、配下の戦闘機体に対して援護命令を出した。安倍三郎は、自らの所属していた戦闘311飛行隊を、含めて、いくつかの部隊に、第二艦隊援護命令が出たことを記憶している。だが、出撃準備中の四月七日午後三時、 第5航空艦隊から発進中止命令が下った。安倍の戦後の調査によれば、戦闘303飛行隊から早朝に4機が出撃したが、視界不良のため大和を発見できず帰還した。戦闘312飛行隊からは8機発進して、第2艦隊と大和上空を護衛し、352空からは冷戦隊、高分隊が午前10時まで、 第2艦隊上空を護衛していた。一方で、夜間戦闘機体不要部隊の指揮官、見延べ正少佐にも、第5航空艦隊から大和援護要請があったが、夜間戦闘機体とはいえ、重武装、重装甲型の零戦52型兵型を配備されていたにもかかわらず、見延は、不要部隊に、制空戦闘はできないと、大和の援護を断っている。九州近海までは、 野村副長は F6 回ヘルキャット3機を目撃したのみで日本軍機はいなかったと回想する。一方、日本軍機の編隊を見たという証言もあり、戦闘商法では5機から10機の零式、艦上戦闘機が午前10時まで上空警戒をしていたと報告している。その数機単位の護衛機も4月7日昼前には帰還してしまい、第五航空艦隊が 軍組織として上空援護を行ったことは確実だが、混乱と準備不足のために戦闘機部隊を手配しきれず、午前中のみの少数機による中途半端な援護で終わってしまった。海軍の乏しい上空支援に対して第二艦隊の出撃を知らされた陸軍航空隊第六航空軍司令官菅原道広中将は、 南九州の第100飛行団が4式戦闘機シップ48機を投入して、奄美大島付近の制空権を一時的に掌握、協力すると約束し、約束通り、第100飛行団を主力とする陸軍航空隊の戦闘機41機が出撃、12時から14時にかけて制空戦闘を行い10機が未期間となった。冷戦が帰闘すると入れ替わるように、 アメリカ軍のマーチン飛行艇などの偵察機が艦隊に張り付くようになる。スレッドフィンが冷戦の護衛を報告し、ミッチャーが冷戦の後続距離を考慮した結果とも言われる。アメリカ軍の記録によれば、8時15分に3機の F6 回ヘルキャット作敵隊がヤマトを発見した。8時23分、別のヘルキャット作敵隊もヤマトを死認した。 このヘルキャット隊は、周辺の作敵隊を集め、同時に、マーチン飛行艇も監視に加わった。ヤマトは、手法以外の対空兵器で砲撃したが、アメリカ偵察機を追い払うことはできなかった。左弦に、資金弾の水柱、ヤマトは、観光部から白煙を上げている。4月7日12時34分、ヤマトは、鹿児島県の棒の岬をき90回りの地点で、 アメリカ海軍艦上機を50キロ遠方に認め、射撃を開始した。8分後、空母ベニントンの第82爆撃機中隊のうち SB にシーヘルダイバー急降下爆撃機4機が、艦尾から急降下する。中型爆弾500キログラム爆弾8発,発が投下され、アメリカ軍は、右元機銃軍、環境前方を、後部マストへの直撃を主張した。ヤマトは、 後部式書、13号電端、後部複砲の破壊を記録している。後年の海底調査ではその形跡は見られないが、実際には内部が破壊され、法院生存者は数名だった。全部環境も攻撃され、死傷者が出た。また、一発が大和の手法に当たり、装甲の厚さから跳ね返され、よそで炸裂したという説もある。同時に、 後部射撃指揮所が破壊された。さらに中間盤で火災が発生、防御指揮所の野村副長は、複方弾固温度上昇を確認したが、すぐに油布が燃えた程度と進化の報告が入ったという。建造当初から弱点として問題視された、複方周辺部の命中弾による火災は、沈没島で消火されずに燃え続けた。実際には、 攻撃が激しく消火どころではなかったようで、一度昇降状態になったものが、その後延焼している。全部中間半でも火災が発生したとする研究者もいる。清水副包丁は沖縄まで行けるかもしれないと希望を抱いた。アメリカ軍は戦闘機、爆撃機、雷撃機が大和に対し同時攻撃を行った。複数方向から、 多数の魚雷が発射される上に、戦闘機と爆撃機に悩まされながらの対処だったため、巨大なヤマトが完全に回避することは困難だった。ベニントン隊に続きホーネットの第17爆撃機中隊がヤマトを攻撃した。艦首全部環境、煙突後方への直撃弾を主張し、写真も残っている。12時40分、ホーネットの 第17雷撃機中隊発揮が山とを雷撃し、魚雷4本命中を主張した。軍艦マト戦闘商法では12時45分、左限全部に1本命中である。戦後の米軍対日技術調査団に対し、森下参謀長、野村副長、清水副砲術長は、爆弾4発、宮本砲術参謀は、爆弾3発の命中と証言。魚雷については、 宮本法術参謀は3本、野村副長は4本、森下参謀長は2本、清水副法術長は3本と証言した。これを受けて、アメリカ海軍情報部は、艦中央部左限に、魚雷日本命中と推定、アメリカ軍攻撃隊は、魚雷命中8本、爆弾命中5発と主張し、風評通りに極めてタフな船だったと述べている。ヤマトでは、 主要防御区画内への浸水で、左舷外側機械室が浸水を起こし、第8艦室が運転不能となっていた。左舷に5度傾斜するも、これは右舷への注水で回復した。13時2分、第2波攻撃が始まった。アメリカ軍攻撃隊94機中、ヤマトに59機が向かった。第83戦闘爆撃機中隊、雷撃機中隊が攻撃を開始。 雷撃隊搭乗員は、ヤマトが手砲を発射したと証言している。射撃式諸勤務兵も、法術長が、艦長の許可を得ずに発砲したと証言するが、発砲しなかったという反論もある。いずれにせよ、アメリカ軍機の阻止には至らず、SX の攻撃隊が、ヤマトの艦尾から、急降下し、爆弾命中により、マストを倒した。さらに直撃弾と火災により、 ヤマトからアメリカ軍機を確認することが困難となった。アメリカ軍機は構成を強め、SX の雷撃隊がヤマトの左右から同時雷撃を行い、9本の魚雷命中を主張した。バターンの雷撃隊9機は全発射魚雷命中、もしくは4本命中確実を主張した。バンカーヒルの雷撃隊は13本を発射し、9本命中を主張した。 キャボットの雷撃隊は、ヤマトの右舷に照準を定めたが、進行方向を間違えていたので、実際には左舷を攻撃した。魚雷4本の命中を主張し、これで、第一波、第二波攻撃隊がヤマトに命中させた魚雷は29本となった。これは雷撃隊が同時攻撃をかけたため、戦火を誤認したものと考えられる。 決戦海面を真南とす旗流信号を掲げ、攻撃機92機による爆弾63発、航空魚雷52本の集中攻撃に耐え、なお沖縄への意志を示す大和大和の防空指揮所に、いた塚本高雄艦長伝令、渡辺史郎、三原長は、アメリカ軍が見たことのない激しい波状攻撃を行ったと証言している。宮本宝術参謀は右辺に、 魚雷二本命中したとする。ヤマトの速力は18ノットに落ち、左限に15度傾いた。左限側区画は大量に浸水し、右げへの注水で、過労時的傾斜は回復したが、もはや限界に達しようとしていた。左限降格砲発令所が全滅し、甲板の対空火器が減災された。高速で、点打しつつ、攻撃を回避するヤマト。右方は切風。 上空には攻撃の機を伺う,うカーチス SB にシーヘルダイバーの姿がある。画面にも薄く雲が見えているが、この日は前転に雲が低く垂れ込め、対空射撃は困難を極めた。アメリカ軍機は雲の切れ間より襲いかかり、すぐにまた雲間に退避した。ヤマトはこの特攻出撃でヘルダイバーの急降下爆撃により、多数の千ン,ンド爆弾の命中を受けている。 13時25分、通信施設が破壊されたヤマトは初下に通信代行を発令した。被弾して左舷に傾きながら航行するヤマト。この後、空母ヨークタウンの艦載機による魚雷攻撃を受け、速力は10から15ノットに落ちた。随同して、ヤマトを守るのは先行する冬月と雪風。13時30分、イントレピッド、ヨークタウン。 ラングレーの攻撃隊105機が、ヤマトの上空に到着した。13時42分、ホーネット、イントレピッドの第10戦闘爆撃機中隊4機は、1000ポンド爆弾1発、命中、2発資金弾、第19降下爆撃機中隊14機は、来撃機隊12機と共同して右限に、魚雷2本、左限に、魚雷3本、爆弾27発命中を主張した。 この頃、上空の視界が良くなったという。ヤマトは、複数の直撃弾によって、監首側が下がり速度も落ちている。護衛の駆逐艦冬月が10センチメートル対空砲を発射している。ヤマトは、多数の爆弾の直撃を受け、艦内では火災が発生した。ヤマトの艦上では、爆弾の直撃やアメリカ軍戦闘機の機銃装者、ロケット弾攻撃により、 対空兵器が破壊されて死傷者が続出する。水面下では、アメリカ軍の高性能爆薬を搭載した魚雷が、左源に多数命中した結果、復元性の喪失と、相関不能を起こした。一体何本の魚雷が命中してるかわからなかった、という証言があるほどである。後部中排水制御室の破壊により、中排水が困難となって状況は悪化した。 船体の傾斜が5度になると、主砲10度で、副砲15度で、広角砲が射撃不能となった。また13時30分に、副舵が故障し、一時的に舵を切った状態で固定され、直進ないし左旋回のみしかできなくなった。このことに関して、傾斜を食い止めるために意図的に、左旋回ばかりしていたと錯覚する生存者もいる。また、 ヤマトが左舷に傾斜したため右旋回ができなくなったとする見方もある。船舶は旋回すると旋回方向と反対側に傾斜する性質があり、左傾斜したヤマトが右旋回すると左に大傾斜して転覆しかねなかったという。これらのことによりアメリカ軍は容易にヤマトに魚雷を命中させられるようになったが、15分後に副火事は中央に固定された。 左限にばかり魚雷が命中していることを懸念した森下参謀長が右限に魚雷を当てることを提案したがもはやその余裕もなく実行されずに終わったまた傾斜復旧のために右限の外側機械室と3つのボイラー室に注水命令が出されているが機械室、ボイラー室は それぞれの床下にある冷却用の配管を人力で壊して浸水させる必要があり、生存者もいないため実際に操作されたかどうかは不明である。しかしながら14時過ぎには、艦の傾斜は概ね復旧されていたのも事実である。14時、中排水式所との連絡が途絶しかじ操打室が浸水で全滅した。ヤマトの有賀艦長は、西郷悟り。 艦を北に向けようとしたが、ヤマトはすでに相関不能状態だった。ヤマトは環境に、我れか事故症の旗流を挙げた。14時15分、警報ブザーが鳴り、前段役庫に、温度上昇を示す赤ランプがついたが、もはや対処する人員も時間もなかった。護衛駆逐艦からは航行するヤマトの右玄関腹が、海面上に露出し、左玄関半が、 海面に現れるのが見えた。ヤマトへの最後のとどめになった攻撃は、空母ヨークタウンの第9雷撃機中隊 TBF アベンジャー6機による右舷後部への魚雷攻撃であった。14時10分、トムステッドソン隊員は左舷に傾いたため露出した、ヤマトの艦艇を狙うべく、ヤマトの右舷から接近した。雷撃機後部搭乗員は、艦艇に魚雷を直撃させるために、 機上で、魚雷振動3メートルから6メートルに変更した。4機が魚雷を投下、右舷に、魚雷2から4本命中を主張する。やや遅れて攻撃した2機は右舷に1本、左舷後部に1本の命中を主張した。後部への魚雷は、空母ラングレ隊の可能性もある。この魚雷の命中は、ヤマトの乗員にも、印象的に記憶されている。環境でも、今の魚雷は見えなかった。 という士官の報告がある。三笠一夫は四機編隊が攻めてきて魚雷が当たった。艦がガーンと傾き始めたと証言している。黒田義郎法術長は、右舷全部と左舷中央から大水中が上がり、環境最上部まで伝わってきた。右舷に命中したに違いないと証言した。坂本一郎遅くてきては、最後の魚雷が致命傷となって、 船体がぐんと沈んだと述べた。クレ海事博物館の映像では、5本の魚雷が投下されたが回避することができないので、アリガ長は何も言わずに命中するまで魚雷を見つめていたという生存者の証言が上映されている。このように14時17分まで、ヤマトはアメリカ軍の航空隊386機もしくは367機による波状攻撃を受けた。 戦闘機も、前期爆弾とロケット弾を装備し、機銃装車も加わって、ヤマトの対空火力を破壊した。ただし、艦隊の上空に到達して、攻撃に参加したのは309機。その中からヤマトを直接攻撃したのは117機で、ある。軍艦ヤマト戦闘商法によるヤマトの主な被害状況は、以下の通り。ただし、ヤマト被害経過資料不足にて、 詳細不明との注がある。また、ヤマトを護衛していた第二水雷戦隊が提出した、戦闘商法の被害図や、魚雷命中の順番とも一致しない。例えば第二水雷戦隊は右舷に命中した魚雷は4番目に、命中と記録している。12時41分後部に、中型爆弾2発命中。伝端質及び主形化壊滅12時45分左舷全部に、 魚雷一本命中。13時37分下限中央部に、魚雷三本命中。副火事が、鳥火事のまま故障。13時44分下限中部に、魚雷二本命中。13時45分副火事を中央に固定。応急だでそうだ。14時間中央部に、中型爆弾三発命中。14時7分右限中央部に、魚雷一本命中。 14時12分下限中部、後部に、魚雷各一本命中。機械元気のみで12ノット。傾斜下限へ6度。14時17分下限中部に、魚雷一本命中。傾斜急激に増す。14時20分傾斜下限へ20度。傾斜復旧見込みなし。総員上甲板を発令。14時23分山と、沈没。 死者2740名、生存者269名。最後の複数の魚雷が、大和の右舷に命中してからは20度、30度、50度と、急激に傾斜が増した。野村副長は防御指揮所から第二環境へ上がると、有賀艦長に、総員最上艦板を進言し、森下参謀長も、同意見を述べた。伊藤長官は森下参謀長と握手すると、 全員の挙手に応えながら、第一環境下の長官休憩室に去った。森下参謀長は、第二艦隊幕僚たちに対し、駆逐艦に移常した後沖縄へ、先行突入することを命じ自身は、大和を送還するため環境に残った。有賀艦長は、号令機で、総員最上艦板を告げたが、すでに大和は左舷に大傾斜して赤い艦薔があらわになっていた。 このため、脱出が間に合わず、館内に閉じ込められて戦死した者が多数いた。有賀館長は、羅神儀を掴んだまま海中に帽した。第一環境では、茂木ギ郎公会長と、花田中尉が羅神儀に体を固定し、森下参謀長が若手将兵を脱出させていた。昭和天皇の写真は、手法発令書にあって、 第9分隊長が責任を負っていたので、同分隊フロック部海軍隊員が御新鋭を支出に放置して鍵をかけた。一方、環境測定ところの伝令だった北川氏の証言によれば、腰まで海水に浸かり脱出不能となった司法発令所で中村中尉が御新鋭を腹に巻いているという報告があった後に連絡が途絶えたとされる。14時20分。 大和はゆっくりと横転していった。環境頂上の射撃式所配置の村田元北井や小林県は、揮所を出ると、すぐ目の前が海面だったと証言している。右舷外側のスクリューは最後まで動いていた。左舷の広角砲の半場海水に浸かり、方針を上下させる隙間から上員が外に出た。環境周囲の手すりには、上員が鈴なりにぶら下がっていた。 14時23分、上空のアメリカ軍攻撃隊指揮官たちは、ヤマトの完全な転覆を確認する。お椀をひっくり返すように横転したという目撃談がある。転覆した際、搭載する弾薬が誘爆し、ヤマトは船体を3つに折り返中に没した。ヤマトは、直後に大爆発を起こし、船体が3つに分断されて海底に沈んだ。ヤマトの最後、 ヤマトが沈没しても、なお沖縄突入の域を失わない、駆逐艦の艦長もいたが、伊藤長官が、ヤマト沈没直前に、作戦の中止、及び残存艦による、沈没艦の兵員救助活動後、佐世保に帰党せよとの命令を出していたため、沖縄に到達する艦はなかった。ヤマトの沈没時刻について、軍艦ヤマト戦闘商法と、 第17駆逐隊戦時日誌では14時23分、初霜の伝文を元にした、第2水雷戦隊戦闘症法は14時17分と記録している。爆発によって吹き飛ばされた破片は、海面の生存者の上に降り注ぎ、それによって命を落とした生存者も少なくなかった。所在戦認識官、吉田正義大佐は、 沖縄突入より生存者の救助を命じた。軽巡や萩から脱出後、17時20分に初霜に救助された、小村慶三少将は一時作戦続行を図って暗号を組んでいたものの、結局は生存者を救助の植木とに着いた。14時50分、冬月と雪風が駆けつけ、甲板から垂らしたロープや縄橋後探偵を使って、 大和の生存者の救助を開始した。冬月は環境から望遠鏡で海上を探索し、二隻の内科艇に指示を出して救助を進めた。森下参謀長、石田第二艦隊副艦は冬月の内科艇に発見され救助された。頭頂部に列車を追った野村副長は森下参謀長から少し離れた海上を漂っていた。 副長補佐の国本中尉が、副長ここにありと周囲の生存者を呼び集め、負傷者を中心に輪になって、救助を待つと、摂風がボートを下して、野村副長ら負傷者の救助を始めた。元気な者は縄橋語で甲板に登り、国本中尉は、摂風の負傷兵と交代して、配置についた。 小林修正主も彼を救助した摂風が二隻の内科艇を下ろして重傷を負ってほとんど口と鼻だけ水面に出して浮いている兵や体力を完全に使い果たし自力では動けない兵などを救助していたのを目撃している。野村副長は漂流中に意識を失い摂風の水兵が一所懸命気付けの張り手を加えても覚醒しなかった。大佐のエ理賞も 重油で汚れていて、本人確認が難しく、気絶したまま摂風軍以上の縫合を受けて、生還した。冬月、摂風によるヤマトの救助作業は16時半頃に、切り上げられた。摂風艦上では、救助切り上げ、ボートの回収を命令した、駆逐艦長に対して、ヤマトの士官が、まだ生存者が残っていると救助の継続を訴えたが、日没が近くなり、 潜水艦の行動が活発化する恐れがあったこと、損傷艦を救援する作業が控えていたことから、そこで打ち切られた。冬月は、霞、矢萩の救助を行った後、両月の探索のため19時2分に先行して、海域を離れ、雪風は、矢萩の救助後、23時ごろまで、急風の救援に当たった。冬月は、潜水艦の追跡を受け、 同じく摂布は、潜水艦から雷撃されたが両艦とも被害はなく、4月8日、午前、救助した、ヤマトの生存者と共に、佐世保に入港した。ヤマトでは、伊藤聖一第に艦隊司令長官有賀艦長以下2740名が戦死、生存者269名、または276名、第二に水雷戦隊戦闘症法によれば、巡視艦以上23名、 歌詞官兵246名、第二艦隊司令部4名、歌詞官邸3名であった。うまく沖縄本島に上陸できれば、乗組員の給料や物資買入金なども必要とされるため、現金51万805円3000が用意されていた。大和を含めた各艦の用意金額は不明だが、少なくとも浜風に約14万円が用意され、 同艦合鎮により防失したことが記録されている。4月9日、朝日新聞は一面で沖縄周辺の敵中へ突撃、戦艦はじめ空水前軍特攻隊と報道したが、ヤマトの名前も詳細も明らかにされることはなかった。ヤマト沈没の方は、新任式中の鈴木艦太郎首相ら内閣一同に伝えられ、敗戦が現実のものとして認識されたという。 同様の感想は、ヤマトの沈没を目撃したアメリカ軍登場員も抱いている。終戦後の1945年8月31日、戦艦4隻、空母4隻は帝国軍艦席から除籍された。4月30日、昭和天皇は、与内海軍大臣に、天皇作戦に、おけるヤマト以下の使用法を不適当、鳴るや否やと尋ねた。 海軍は、当時の燃料事情及び、連度作戦準備等よりして、突入作戦は、かはやにして、航空作戦とも紛合せしむる点によって、計画準備周到を書き非常に窮屈なる計画に、出したる、いわゆる作戦指導は、適切なりとは少しがたかるべしとの結論を出した。12月9日、GHQ は日本放送協会ラジオ第一放送。 第二放送を通じて、真相は高打の放送を開始。この中で、ヤマトの沈没を、世界最大の、我が戦艦ヤマトムサシの最後についてお知らせください、という題で放送した。アメリカ軍の認識であるため、ヤマトは、排水量4万5千トンの戦艦として、紹介されている。ヤマトが爆発した、際の火柱やキノコ雲は、遥か鹿児島でも確認できたという。 また、徳之島から見えたという伝承がある。爆発は、船体の分断箇所と脱落した、主法塔の損傷の程度より、2番主法塔の火薬庫が誘爆したためとされる。アメリカ軍と森下参謀長、清水副法術長は、後部副砲の火災が3番主法弾薬庫の誘爆につながったと推論したが、転覆直後に爆発している点などを踏まえ、 大和天覆による爆発とする説の方が有力である。野村副長は、手砲弾の自爆という表現を使っている。戦後の海底調査で、艦尾から70メートルの艦艇にも30メートルほどの大きな損傷穴があることが判明している。これはボイラーが蒸気爆発を起こした可能性が高いとされるが、3番、手砲弾薬庫の爆発によるものであるとする報告も、ある。 同警官の武蔵が、魚雷20本以上、爆弾20発近くを被弾しながら9時間ほど耐えたのに比べ、大和は2時間近くの戦闘で沈没した。いささか早く沈んだ印象があるが、これは、被弾魚雷のうち1本を除いてはすべて左限に集中した、低い雲に視界を遮られて、大和側から敵機の死人が困難を極めた。 武蔵に比べ、アメリカ軍の攻撃に簡単がなく、さらに、レーテ沖海戦の時よりも、攻撃目標感も限られていたなど、日本側にとって悪条件が重なっていた。また、有賀艦長は1944年12月に着任、茂木航公会長は出撃の半月前の着任である。新任公会長や小型艦の艦長や司令官として、経験を積んだ。 アリガ艦長が、巨艦、ヤマトの総艦に慣れていなかったことが、多数の被弾につながったという指摘もある。1945年以降のヤマトは、燃料不足のため、満足な訓練もできなかった。アリガ艦長も、海兵同期の小村第二水雷戦隊司令官に、燃料不足のため手法訓練まで制限しなければ、ならない球場を訴えている。 これに対し、大和総監の名手と多くの乗組員が称賛する森下参謀長は、大和のような巨艦では、敏速な回避は難しく、多数の航空機を完全回避することは最も苦手と語っている。航海士の山森も沖縄特攻時のアメリカ軍攻撃の前では、森下の技量でも同じだったとした。その一方で、 森下参謀長ならば沖縄まで行けたかもしれないと述べる意見もある。アメリカ軍航空隊は、武蔵一隻を撃沈するのに5時間以上もかかり、手間取った点を重視し、大和型戦艦の攻略法を考えていたという。その方法とは、片源の対空装備をロケット弾や急降下爆撃、機銃装車で投げ払った後、その側に魚雷を集中させて横転させようという。 ものだった。だが、意図的に左減を狙ったというアメリカ軍記録や証言は現在のところ発見されていない。さらに、アメリカ軍艦載機が提出した戦火報告と日本側の戦闘商法による被弾数には大きな食い違いがある。艦の被害報告を受けていた野村副長は魚雷命中12本と回送。中尾は魚雷14本。 戦闘商法では、魚雷10本、爆弾7発。アメリカ軍戦略調査団は、日本側資料を参考に、魚雷10本、爆弾5発。アメリカ軍飛行隊の戦闘報告では、367機、出撃中最低117機がヤマトを攻撃し、魚雷30から35本、爆弾38発が命中したと主張。第58任務部隊は、 巨雷13から14本確実、爆弾5発確実と結論付けている。アメリカ軍の戦闘記録を分析した原勝博は、日本側の戦闘商法だけでなく、アメリカ軍記録との称号による通説の書き換えが必要だと述べた。アメリカ軍の被害は6機が墜落、5機が帰還後に破棄47機が被弾した。呉市の旧海軍墓地に、 戦艦ヤマト戦死者の日がある。ヤマトが建造された旧呉海軍交渉のドックを望む歴史の見える丘にも、環境の高さの1、10の記念碑が設立された。徳之島にも戦艦ヤマト慰霊塔が建立されている。建造されたドックは埋め立てられているが、機密保持のために設けられた屋根はそのまま残されている。 修繕に使用された北側のドックは、2017年現在も、稼働中である。戦闘商法による大和の沈没地点は、北緯30度22分統計128度04分、北緯30.367度統計128.067度、30.367128.067。だが、実際の大和は、 北緯30度43分統計128度04分、北緯30.717度統計128.067度、3 0 7 1 7十2 8 0 6 7長崎県の男女群島女島南方 176km、鹿児島県の宇治群島宇治向島西方 144km、水深 345m の地点に沈んでいる。 戦後4回の海底探査が行われている。1982年の探査で最初にヤマトと思われる船体が発見された。様々な資料を検討して沈没点を推定し、広範囲の海底スキャンが行われた。その結果、通常見られる海底の起伏地形とは異なる反応を得た。引き続き無人探査機を下ろして海底の探査を行ったが、 沈船らしき映像が映ったものの途中から天候が悪化したためにその船体がヤマトかどうか確認できないまま調査を終了している。また、海底の物体の全長がヤマトと比較して明らかに短いことも指摘されていた。1985年、戦後40年目の節目ということもあり、ヤマトの発見を目指して、 海の土標委員会が組織され、有人海底探査船が同年7月29日より開始された。探査には、大和会や遺族会、民間企業の出資で行われた。探査船はイギリスから空輸された3人乗りのパイセス2が使用された。7月29日より調査が開始され7月30日には、マトの巨大な管備とスクリューが確認された。 7月31日に手砲弾や艦首部分の菊の紋章が発見され、その直径を測定することで沈没船がヤマトであると確定された。同日中に艦橋や艦の前半部分も発見されたが、船体が大きくに分割されていることや手砲塔がすべて脱落していることも判明した。この探査では、パイセス2が恥できる範囲の重量の遺品が、 海底から収集され回収された。1999年にも潜水調査が行われ、海底に散乱した部品の地図が作成された。それをもとに、海底の様子を再現した模型が作成され、ヤマトミュージアムで展示された。2009年1月になって、ヤマトの母校であった呉市海事歴史科学館、呉商工会議所、中国新聞。 日本放送協会広島、放送局等、広島の経済界やマスコミが中心となって、寄付を募って引き上げる計画を立ち上げ、数十億円規模の募金をもとに、船体の一部の引き上げを目指したが、その後話が立ち消えとなった。2016年5月、呉市の依頼で、深田サルベージ建設が、白用を投入して調査が行われた。 総費用8000万円のうち、呉市が6400万円を拠出した。5月10日に調査船は、鹿児島を出港し、5月11日より洋上での記念式典の後に調査が開始された。白洋は、無人探査機で、ハイビジョンカメラが使用された。調査には、ヤマトミュージアムの学芸員も同席した。この調査では、遺品の回収は行われなかった。 50時間の映像と7000枚の写真が撮影され、そのデータをもとに、海底のヤマトの9分間の 3D 動画が作成された。動画は、ヤマトミュージアムの企画展示として公開されている。ヤマトの艦隊は1番主砲基部と2番主砲基部の間を境に、前後2つに分かれている。艦首部より2番主砲塔前までは、右に傾いて北西に向いて沈んでいる。 艦中央部から艦尾まで後部は転覆した状態で東方向を向いている。双方を合わせると全長276メートルとなる。後部も大きく破損しており、破断状態に近いために大和の船体は3つに分断されているとする出典もある。その他に激しく損傷した中央部分と思われるブロックが3つの起伏となり、 艦備艦首の70メートル南に沈んでいる。大和の艦首部分は右に傾いて沈んでいる。一番手法塔は脱落しているが、バーベットは無傷で保たれており、1999年や2016年の調査でも潜水艇がバーベットの穴の内部の撮影を行っている。一番手法塔直後より、船体は切断されており、二番手法塔のバーベットは残っていない。 監視部分の右側側面は激しく損傷しており、ほぼ右側が吹き飛ばされて存在しない状態となっている。大きく右側に傾斜して海底に沈んでいるので、一番主砲と横の最上甲板がそのまま海底に繋がっている。バルバスバウは確認できるが、直後で船体に大きな亀裂があり、監視部分は挫屈して半壊した状態となっている。 菊の紋章は残っているが、以前の探査で確認された金箔が2016年の探査では剥離して失われていた。船首部分の先端は崩壊しており周囲は大きく形を崩しており、過去数度の海底探索で後半の劣化により、艦首部分の崩壊が次第に進行していることが確認されている。環境は船体から脱落して、 艦首バルバスバウ近くの右舷の下敷きとなっている。環境の上に右舷が覆いかぶさっている状態で、15メートル速距離や射撃式所が遠方から観察できるが、細かい観察はできない。転覆した状態で、ほぼ海底に水平に沈んでいる。4本のスクリューのうち、3本は船体に無傷で、ついているが、右舷外側の1本は脱落して海底に、突き刺さっている。 沈没時の爆発でスクリューシャフトが折れて脱落したものと思われる。主打及び副火事には損傷はなく、共に成虫の位置となっている。管備部分のブロックの左舷側の艦底左舷にかけては艦の成虫を超える非常に大きな破壊口があり、この穴のために、それより前側と後ろ側では小中線がずれており破断状態に近い。 穴の中には管内を走行するスクリューシャフトが観察されている。また管なども発見されている。後部環境も船体から脱落して船尾部分の横、海底に突き刺さったスクリューの傍らに沈んでいる。ヤマトの手砲と副砲はすべて転覆時に脱落した。三機の手砲塔は海底の同一線上に沈んでいる。これは主砲の脱落が 転覆直後に起こったことを意味しているとされたが、2016年の探査で沈んでいる順番は、北から順に、第2手法、第3手法、第1手法ということが分かり、間に設置されていた状態と位置が交差している。9本の方針はいずれも泥に埋まるなどして、確認できていない。手法塔のうち最も保存状態が良いのは一番手法塔で、ある。一番手法灯は、 上下逆になって海底に塔のように直立しており、上部及び下部球団室なども破壊されていない状態できれいに観察できる。一番下になっている、砲塔本体の装甲も少なくとも、側面の装甲はそのまま残っており、即虚偽もカバーごと砲塔についたままである。二番手砲塔は大きく損傷しており、球団室は斜めに傾斜している。 沈没時に2番砲塔の弾薬庫が爆発したことを示す証拠とされている。即居儀は残っているがカバーが外れて本体が剥き出しになっている。3番手砲塔は片側半分が海底に埋まっている。複砲のうち1機は3本の方針が確認されているが中央の方針の先端が破裂している。もう1機の複砲は方針が 海底に埋まっていて確認できない。宮里秀則、1941年9月5日から11月1日。宮里秀則、1941年9月5日。高柳忠し八1941年11月1日。松田千秋、1942年12月17日。大野武次1943年9月7日。 森下信也、1944年1月25日、有賀が工作、1944年11月25日から1945年4月7日、戦死、同日付人海軍中将。ありがとうございます。